岡山市北区の西条稲荷には健康を結ぶという願いが込められた献血お守り1500個が用意され、僧侶が祈祷しました。献血お守りは献血を通して健康が守られてほしいと、西条稲荷が2020年から岡山県赤十字血液センターに寄贈しているものです。血液センターによりますと、今年はインフルエンザの流行で献血者が減り、血液の安定確保が難しくなっているということです。より健康になっていただけるようにということで、ドナーさんにもそうですし、からその血液を使われる患者さんにもそうですけれども、そういう願いを込めて、おります。献血お守りは今月27日から来月5日まで、岡山市北区にある2つの献血ルームや県内をめぐる移動献血バスでも予約優先で授与されます。